好きって10回言って。えなんだこいつ。やべえよ。あ、それ同じこと後でやってもらいたい。みやも行くよ。あ、ちょっと待って、こっちをお見てください。目線左見てるよ私。え、なんでよ。いいよ、ドットドットドットこい。好き好き好き。何見せられてんだ。モテ遊ばれてるじゃねえか。あ、10回から言っちゃった。まあいいか、うん。これ上手、上手ですね、みゆちゃん。ありがとうっていうとこなの。みゆちゃん、そして喉が鳴ってこの前のとこに。じゃあ、逆、うえちゃんの番。もううえちゃんと言われて。本当だ。好き、好き、好き。なんだこれ、なんだこれ。なんで私がこんな目に。何を見たくて見せられているんだ。ミヤコさん、こんな目に、こんな自分が望んだことだろ。今もうめっちゃ顔が熱い、熱い。楽しんでるな。この子強い。あ、やっぱりロリコは私の敵なんだろうか。なんで。いやいやいや、ちょっとその話もちょっとしたいですの、ミヨ。え、私はなんか、うん、あのミヨちゃんのページにね、ロリが好き、ロリコって書いてある文面しか知らないんですよ。はい、本当にロリコなんですか？はい、はいですが、ミヨの中のロリの定義は、はい、ピュアな心のお持ちの方っていう定義になっておりますので、年齢は関係ないです。女性です。いやー、ね、ちょっとわかんないっすね。だからこう、世に言うこう、ロリだけど、あのちょっと6000歳とか言ってても心がピュアであればロリなんだよ。あ、なるほどね。普通のロリコより清いな。やったー。じゃあいいや、オッケーオッケー、何がいいんだよ。何がいいんだよ。やらされたー。ロリ同士で通じるな。何がこっちに伝わってきてねえんだよ。ただロリコが理解しちゃう。怖えんだよ。